です。どうもリチンです。皆さんおはようございます。はい、やってまいりました。ウルトラマンファイティングエボリューションゼロ。前回はですね、ゼットンが現れたのはこの辺りのはずだがとか言って、まあここのね、きつい戦いからのここです。さあやっていきましょう。みんな、あー、おー、無事だったのか。なんとか脱出してきました。あー、なんか、どけーみたいな感じでエンペラー星人にやられてたけどね。お、助かったんだ。よかったよかった。お、ウルトラマン来たね。あー、みんなみんな、うわー、ゼットンもこんな風にできんの。マジかよ、ゼットン万能だな。うーわ、マジで、あ、待って、おーおーおー、あ、そうそう、で、前回、いろいろ教えてもらったっていうか、コメントに、これね、これスピリッツ必殺技がパワーアップね。これをね、使えってね、すごいコメントで、言われて、あ、忘れてたよ、完全にと思って。で、いろいろ、で、やり方がわかんない。うわ、強っ、当たるかな。うわ、当たんね。マジかよ。まあ、まあ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 、まあ、上等手段はね、僕はね、僕の上等手段はもうこれを。え強っ。ね、そう、前回のやつを見てくれた方はね、ですね、まあ、僕のこのハメ輪が、まあつまんないけどね。やべ、いけ、よし、食らうだろ。食らわない、痛い。まあスピリッツを使う、きたー。で、何が出るの。ゲージの溜まりが速くなる。うわ、すっげえ早っ。うわ、超速いじゃん。何これ。うわ、強え、超強いんだけど。いつか、なんかマイクがちょっとやばい。めっちゃ強い。今回ちょっとマイク変えてます。ちょっと試しでね。これスペシャルコースに余裕なんじゃね。いや、ちょ、これいけ。マジかよ。あら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 、スペシャルコースを食らわせろってことだろ。オッケー、きたー、勝ったね。これ今回なんか余裕そうな感じがするな。いけるいける、イエーイ、ゼットン倒した。ノーミスよ、兄さん。お、エースだけよくも抜け抜けと現れたな、ババルーよ。きたー、ババルーステージ。マジでババルーステージはやばい。つか、マイクちょっと接続が、よいしょ、大丈夫かな。お、ちょチェ、バレていたか。脳みそゼロのテンペラのせいで計画が台無しだ。ゾフィーね、とどめを刺すと言ったもの。なんかひどい言いようだな。うまい、あと一人貴様を倒せば終わることだ。卑怯な手ばかりを使う貴様が戦って私を倒せると思うのか。俺は戦いをさえほど得意ではないが、今この場でなら貴様に勝つ方法がある。なんだ、何する気。やめてよ。テンペラは力を使いすぎて自滅したが、まあ、あっ、うわっ、何？力は一つあればいい。最強の力一つあればな。うわ、なんか顔ダサくね。こんな顔だったらもうちょっとイケメンかと思ってたのに。レオの時もうちょっとさ、イケメンだったよね、こいつ。やばい。なんか強そう。行くぞ。ちょっと待ってよ。よし。あ、で、なんかスピリッツは試合中、その、1種類は1回しか使えないっていうね。例えばゾフィーのスピリッツは、スピリット、あれは1回しか使えないし、タロウのやつは1回しか使えないらしいです。よし、いいね、いいよ。僕のこのハメ術が決まってるよ。いいよ、スパーン、いいね。前回本当につらかったからな。楽勝よ。ちょっとつまんないね。絵的につまんないから、ちょっと投げ技とかも入れていくよ。絵的につまらん。いいよ、いいよ、いいねー。よし、これで倒せんだろ。あ、ダメだった。あ、強い。やばい、ババル星人。わ、化けやがった、あいつ。やばい。あ、これ負けんじゃね、これ負けんじゃね。スペシウムコースやばくね、やばくね。あ、でも一応ダメージは、多分全部はいかない。よし。え、マジで言ってんの。よし、行ったな。はっ、何、ほらよ、よっしゃー、ぶねー。
ちょっと危なかった。危な、今の試合超危なかったな。やばいな、アップね。よし、じゃあ倒した。お、あ、あ、またなぎパワーを補充してみたいな、そういう感じ、そういう感じ。あ、あ、予想以上に頑張ってくれたらババルよ。誰だ、マジで誰誰、超気になる。ちょっと待って、マイクめっちゃさ、めっちゃなんか、おー、ヤプールじゃん。マジでヤプール出んの。ヤプールだとお前らは遥か昔に倒された。そうだよそうだよ、我らは死なぬ怨念ある限り誰何度でも復活するウルダラ兄弟、そこで死んでいけーみたいな。裏で糸を引いていたのは貴様らか。そうか、そこで死ぬお前が、そこで死ぬお前が知る必要はない。池最強の超ババルよ、暴走しろ、破壊しろ。うーわ強そう、また強いんでしょ。今回スピリッツ使いますよ。うわなんかレオの時みたい、かっこよ。うわー虹色に輝いてる、今僕が使ってるマウスみたい。うわー強そう、暴走したババル戦士、行くぜ。まずはゾフィーよ、必殺。うわ早くない、僕のハメ技に。あーやばい、一撃でこれ、あーなんか、あーやばい、カーズになった、カーズやばい、やばい。ほらいけるのか、このハメ技が使えるのか、パワーアップ。あーやばいやばいやばい、いやー痛い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 、ちょっと待ってよ、ちょ待ってよ、暗いよ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 、よし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 、いけいけいけ、よしこれなら食らうだろ、よーし、いけ太郎じゃ、太郎、太郎のスピリッツ強いからな、これゲージさっさと貯めて、よしこれで決めるぞ、よし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 、ハメ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 、よし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 、ゾフィーのやつでゲージを強くしてなかった、必殺技を強くしてからの太郎でゲージを速くして、よしこれで決めるぞ決めるぞ。うわカーズやばい、カーズやばい、強い。うわよしよしよし、これなら食らう、よーし倒したー、楽勝よ、スピリッツ使えば楽勝。お、これ戻るんじゃない戻るんじゃない戻るんじゃない、これウルトラマン編完結、ウルトラマン編完結、おお戻った。でもなんか点滅してない、周りのせいかな、なにこれ、心臓がドックンドックンいってる感じ。うお、おー戻ってきた戻ってきた、なになになに、どうなんの。はっはっ、ぬー貴様覚えていろよ、逃がすかヤスプール、みんないいね、おおかっけー、やべえ超かっけー、うおー倒したろ、ぐぎゃー勝ったと思うね、ウルトラ兄弟、我々の作戦はこれからだ、究極の鳥獣で必ず報復してくれるぞ。鳥獣ってエースのね設定だよね。おー終わったのもしかして、さあ帰ろうウルトラの国へ、帰ろう。おーよくやって、あ、なんかみんな無事になってる、よくやってくれたみんな、みんなのおかげでヤプールの侵略を防ぐことができた、特にウルトラマン、今回お前が逆境を乗り越え活躍してくれたおかげでなんとかなった。しかし未だ宇宙各地で怪獣たちが暴れています、ゴルゴダ星に鳥獣が集結しているという情報も、ヤプールとの戦いはこれからのようです、究極の鳥獣と言う捨て台詞もあり気になります。じゃあ最強の次は究極なんて、あいつらもよく言いますね。ああそうだ、皆が言う通り、ここはヤプールとの戦いの始まりに過ぎん。うん、では皆、これからが本当の戦いの始まりだ。おおかっこいい、やばい超かっこいい、やっべ光の戦士の名のもと力を合わせて宇宙に平和を。じゃんじゃじゃらじゃらえ、わー終わりました、やったー、ウルトラマン編終了ですかね、これは。わーどうもメトロさんありがとうございます、ほんとこんなゲーム作ってくれてね。で今回はですね、多分これで今回は終わりになると思います。ちょっと見ようかねこれね、まあ今回は、多分この第5話目ですけど、ウルトラマン編が完結
というわけでね、皆様ありがとうございました。スピリッツとても強いですね。活用させていただきましたいや知らなかったってのはね僕のせいなんだけどね、チュートリアルちゃんとやってなかった僕のせいなんだけど、あーもうつぶらやさん本当ありがとうございます。本当にありがとうございます。本当に大好きです、ウルトラマン僕大好きです本当に。おおそうか、メビウスがね出たから40周年かすげえ。そうだよ1964年だもんね、ウルトラマンの最初の上映じゃないか放映ん、何だろう、最初の放送が1964年。いやーオリンピックですよ、オリンピック、東京オリンピックの年ですよ。そうだよねてってんうららんらなならマークは流星自慢のららららららね敵を撃て。いやーいいな、いやー本当にウルトラマンいいですよね。好きな人は本当に好きで僕も大好きですけども、まあ一番好きなのはガイアなんですけどね。ガイアはもう本当 にフィギュアとかね、人形とか怪獣とかほとんど持っててビデオも全部あり映画も全部あってね、家にね、本当に素晴らしいんですよね本当にね。多分ガイアを制作した人たちっていうのは本当に、だってガイアの話してもダメなんだよここでダメじゃないけど、ここであれだよ、ウルトラマンで、ウルトラマンスペシャルサンクスです。本当にありがとうございます制作ね本当に。いや今回は5話でウルトラマン編が終わりましたけども、多分次はね次セブン、ジャック、ね、エース、タロー、レオとやっていくんだと思いますけども、まあ何パートがね何パートになるか分かりませんが、とりあえず今回でウルトラマン編は終了ということで、一つの区切りをつけさせていただきます。バンプレストさん本当にありがとうございます。バンプレストというと僕はクレヨンしんちゃんのねゲームとかよくやったんですけども、いや本当にいいゲーム作るよねここは本当に。お終わりかなこれは。いや本当にありがとうありがとう。その後ウルトラマンはヤプールが狙い続ける地球にとどまり、鳥獣たちの魔の手から地球を守り続けた。めでたし劣勢になったヤプールが最後の切り札としてウルトラキラーザウルスを生み出すのはこのすぐ後のこととなる。ええまだあんの？いやないよね。はこれはまさか、これはまさか終わった？何最後の、何最後のあれ、え何あれ、は60ポイント取得、ストーリー中に取得したスピリッツが解放。おきたー終わりました。いやー本当にね楽しかったです本当に。ちょっとないね、スピリッツが手に入ったってことは練習とかあるね。あ超百貨店、おおあこれだスピリッツ、これ何これスピリッツ、ああなるほどね、このなんかスピリッツが使えるようになっていくらしいです。へえ、おー何何何、ああこういうことね、この2人の今はスピリッツが使えるようになりました。というわけで今回はこんな感じで、次回もね、次回はセブンかな、セブン、あそうメビウスもいたわ忘れてたセブンのシリーズが始まるとスタートさせたいと思います。じゃあ今回はこんな感じで、長くなりましたが、ありがとうございました。次回もお楽しみに。グッドバイ。